待たせしました。今日のヒーローは浅村選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。4安打5打点の大活躍、いかがですか。いや嬉しいですね。1打席目がライトで、2打席目センター、4打席目レフト、5打席目センター、広角に打ってらっしゃいますね。そうですね、あの当たりはあんまり良くなかったんですけど、まあ、なんとかあのヒットになって良かったなと思います。今週は4試合で12安打7打点、すごい数字です。まあ、あの今週は良かったと思いますけど、まあ、これからいい時も悪い時もあるんで温かく見守ってください。ただ開幕戦で4安打、それから12日の楽天戦5安打2打点、今日も4安打5打点、好調と見てよろしいですか。そうですね、調子はいいです。通算打率もこれで4割3分4厘です。ものすごい数字です。いやまだ10試合弱しかまだ戦ってないんで、まあ、これから、4割はさすがに切るんで、まあ、これから徐々に、1本ずつ大事に戦っていきたいなと思います。それから今シーズンは新しくキャプテンにも就任されました。チームの雰囲気はいかがでしょうか。そうですね、あのベンチも明るく、先輩方がいい雰囲気でベンチを盛り上げてくれるんで、本当にやりやすいですね。さあこれでチームもカード勝ち越しが決まりました。いよいよ週明けからは首位の楽天とのゲームになります。ファンの皆さんにメッセージをお願いします。今年こそ本当に優勝を目指して頑張ってるんで、これからも応援よろしくお願いします。今日見事な活躍の浅村選手に盛大な拍手を送りください。放送席マイクを開始いたします。これで4割3分4厘、打点もまた加えて、そうですね、来週カード代わりは楽天戦ということになりますので、まあ、このクリーンアップの今日のつながり見てると、そこは楽しみですね。まあそうですね、その中で